新着、長瀬角が語る、平野修行への後悔と金プリ分裂の裏側、コミュニティの結束が示す新たな可能性。キング・ア・プリンスの長瀬廉が、最近のラジオガーデンで驚くべきエピソードを明かし、ファンを感動させました。学生時代の思い出やプレゼント、そして過去の仲間たちとの葛藤まで、多彩な一面が明らかになったのです。まず、長瀬は1月23日に25歳の誕生日を迎え、 そのオープニングでは番組スタッフからもらったプレゼントを紹介しました。なんと、ハイボールが作れるディスペンサーがセットになったリットルのウイスキーだとか、大興奮の長瀬は、これは馬鹿だね、やばいって、と驚きながら感謝の言葉を述べていました。このエピソードから、ファンはキング・ア・プリンスのメンバーとの親密な関係や、彼らのプライベートな一面に触れ、愛情を示すコメントが相次ぎました。 特に、長瀬がキュンキュンとしながら、リスナーのエピソードを紹介する歴チャレンジコーナーでは、学生時代の思い出に共感の声が広がりました。ラジオでは、長瀬が高校の大育祭や大育祭への憧れを告白。自身は中学1年生の時にスタートエンターテイメントに入ったため、学生時代の行事に参加できなかったことを悔やむ一幕も、彼が最近中学からやり直したいなと振り返り、青春の熱い思いに触れました。 そして、元記事で触れられていなかった興味深い事実も浮かび上がりました。キング・ア・プリンスが分裂した本当の理由や、滝沢秀明氏長引き2バイトへの移籍が不可能だとされる理由について、ファンは知りたがっていました。元キングプリンスのメンバーたちは現在、別々のグループで活動しており、滝沢氏長引き2バイトに移籍することができないと報じられています。その理由は、グループが分裂した際に揉めた内容にあると言われています。 長瀬恋と高橋海は事務所に残ったことを後悔しているとも。しかし、この事実についての詳細はまだ不透明であり、ファンたちは興味津々で様々な憶測を巡らせています。この一連のエピソードは、コミュニティ全体に感動と興奮をもたらしました。ファン同士が交流し、キング・ア・プリンスのメンバーとの絆をより深めることで、新たな可能性が広がっています。未知の未来に向けて、 キング・ア・プリンスのファンたちは、さらなる活動に期待と、興奮を募らせていることでしょう。そのプレゼントとは、なんとリットルのウイスキーと、ワンプッシュですぐにハイボールが作れるディスペンサーがセットになったものでした。大きなウイスキーに驚きながらも、長瀬は喜びの言葉を送り、その場を笑顔で盛り上げました。このエピソードを通じて、長瀬はファンとのコミュニケーションを大切にし、普段の生活での楽しみや感謝の気持ちを共有しています。 また、リスナーから寄せられたエピソードや質問にも丁寧に答え、ファンとも絆を深めています。そして、番組ではリスナーが実際に経験した恋愛エピソードも取り上げられ、長瀬はそのストーリーにキュンキュンさせられる一面を見せました。学生時代の思い出を振り返りながら、青春の熱いものを大切にしようとファンに呼びかけ、自身の中学時代の思いも赤裸々に語りました。 さらに、元キングプリンスのメンバーたちの現状や、脱退の理由についても触れられました。彼らがそれぞれの道を歩んでいる中で、グループの歴史や絆が今も影響を与えていることが伝わってきます。最後に、長瀬はファンに向けて、青春を謳歌し、思い出を大切にしよう、とエールを送りました。彼のポジティブなエネルギーとファンとの結びつきが、キンプリの新しい一歩を描く魅力的な瞬間となりました。 ファンたちは感動に包まれながら、これからのキンプリの活動に期待を寄せることでしょう。